エピドン。結局ね、普通ね、うちのそのアマーマトライシャカ。で、上のプレアデスと下のプレアデス。で、同じ人物とは限らない。例えばこの次元では芝茂だけど、上の次元では河村隆史。もう一個上の次元では、例えば橋本徹だ。で、芝茂がいるこの、今私たちの次元の、一個下の次元では、鳴人天皇だ。でしょ、こんなんできるね。じゃあ、山本太郎と、あと、西原道さんと、あとしたらな、綾人とかでもできるわけ。まあ、そうなってんの。うちもそうやねん。どのマトローシャカによってうち、この人物とは限らんの。あまあまあって。うん、あまあまあやねん。なんでかって言うたら、だって全部の細胞はまあやんか。みんなの細胞。だから、どのあまあになるっていう話やけど、あまあに限って言えば、どのあまあになるかって問題は、このあまあか、あなたというあまあかもしれんやろ。うちから見たら全部あまあ細胞やねん。あなたにとってのアマーはうちだけやんな。どの次元でもな。じゃあ、他の次元にアマーはおんのとおらへんねん。だから、アマーって名乗ってるうちがおるのは、アマーはアマーって名乗ってるこの次元だけやん。他のとこにアマーがって、それは偽物やん。それに騙されるだよって恐れてるの。じゃあ、他の次元でうち何名乗ってんの？じゃあ、それが秘密やねん、最大の。お続けなの。それも秘密やねん、最大の。少なくともお辻じゃなかったら藤原のどっかにおるだけやで。見つけにくいよ。ところが石破とかな、鳴人とか河村とかな、あとは橋本とか、それが行きたいな。あれ全部次元のとこやってるか。じゃあこの次元で鳴人のやつ、この次元で石破のやつがちょっとピッポッ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 、じゃあ要するにこう阿弥陀くじじゃないけどできるでしょ。じゃあそのパターンがお互いいくらできたら、まあ、例えば、6層、5、6層の次元において、その構成は協力できるでしょ。これはやっとの石破グループって呼んで。石破グループって呼んでないけど、まあ、なる人グループっていう言い方があるけどね。三木谷グループって言うと思うし、河村グループって言うと思うし、ね、橋本徹グループって言うと思う。で、これが偽善者。ね、うちを騙して、うちを助けるというのがうちからチューチュー吸ってる連中。で、うちをやってたりして、面白がってる連中。こんなうちを潰したり。なんだかって言ったら、なる人がうちに嫉妬してる話してる。彼が人じゃん、なる人がね。で、母親であるうちにめっちゃ嫉妬してる。うちを殺したりとかってさ。ああ、そういうことあるかもね、男の子は。なんでやろ。父に対してそれ思わんのかな。普通、男の子は父親に対して殺したりとかってね。として本当女の子なのかな、何やろね。それともうちが男の人っていいとかな。そういう隠蔽でしょ、性転換したから。だから本当は父親であるって言いたいの。でもこのおちんちゃんとは人気じゃないよね。杉田美穂さんのおちんちん。じゃあひとしは杉田さんのお子様、それともうちの子供、ひとしの性転換されたっていうような問題になっていくんですよ。で、狂ってんのです。だよね。じゃあ、ひとしとアスカはその女性です。逆に。ひとしのちんちんがアスカのものに、アスカのものと、ひとしのものだった。やったっけな、覚えてへんの、そんなこと。何をしてんの、それやったら。でも、もしそんなの戻したらいいのかな。いつもこんなんしてるよ。で、どうやったのな、実際。よう分からんの、あの二人。ゴリとラーって言われるかなって。な、ひとしとアスカの物語なのか、それ。で、だって、事実関係分からんし、救いようがないやん。どっちのケースもあってんから、あの二人に関して。で、双子なんか、でも双子やな、あの二人は。双子どうしていいか分からへんの、うちも。双子になったことないから。別の意味で無理やりされたことあるけどね。だから、で、荒れてる言うても、まだ生まれてないんでしょ、うちも生まれてないんだから。うちの、女性らの中でうちが産んだ子なんでしょうけど、うち究極一番外側で生まれてへんから、中でのパンダ幻に過ぎないやん。自分という女性らの中でうちが子供作っても、それがうちが中で子供産んだらあかんっていう理由でもあんねんけどな。でも女性らの中にうちを作ってしまったら、その中で子供産んでしまうやん。その人はみんな子供産んでるやん。
じゃあその子供たち、あれなんか寄生虫なんか、なんか虫の子供なんか寄生虫の子供、ビビッシュラーいた女性なんじゃ。帰りになってきたわ。何やろ、この話。で、結局その、芝グループは、だからこんなん嫌って言うわけじゃん。で、何もかも潰したいから、うちは生徒使うもし、ほんでひどいことしようとしてるんでしょ。そうやって潰したいんですよ。ひどいことしてないしないと、潰れないんですよ。また作っちゃうから、こんなん発明し、またしちゃうってことでしょ。いや、もう潰すなら、ご自分を潰して。嫌なら自分が消えたらいい。結局そうでしょ。それはパクにも言いたいけどね。人のとこに絡んできて、けしからなく気分悪くて。おかしいでしょ。人の女性やな、真ん中の宇宙に来て、けしからなく壊せて変でしょ。こんな世界あったらあかんから壊すって変でしょ。勝手に人の体。もう僕みたいなの生まれちゃいけないからこの世界壊す。変でしょ、それも。だから、君が僕に、かつての僕みたいになってるから君を殺す。もう変でしょ。なんか自分の責任回避してんねんな、それ言ってたもんね。僕みたいな人ができちゃいけないからって、とんでもない犯罪を犯して、もう僕みたいな、僕みたいな出たって、なんか逃げようとしてんのあたり。なんまそういう感じだな。もう僕みたいな出ちゃいけないってこと？出ちゃう。出たらやん。これ言われるの怖いよね。もう僕みたいに出てきちゃいけないから。来たら出て、来たらいいよ。出てくるから。で、早出ていきやって。こんな世界にいちゃいけないって。いちゃいけないんでしょ。会っちゃいけないでしょ。じゃあ会わないでって。なん違うんか。こんな世界は、ダメだ、ダメだ、ダメだ、なんか、ダイツ、ダイツ、ダイツ、気持ち、気持ち、気持ち、なんだろうな、それやったら。じゃあ、連中、やばそうってなるんか。じゃあ同時にエルサレムで、イレイレイレイってやったんか。じゃあドイツ、ドイツ、ドイツ。エミシエミシエミシやってんのみんな。やってへんわ。やってたらなんやねん。じゃあ、シックス、シックス、シックスってやってるから。じゃあ向こうで、ナイン、ナイン、ナインって言ってるやん。で、ぐるぐる回ってんのかな。シックス、シックス、ナイン、シックス、ナイン。って思えんの。なってんな、二つ思うな。じゃあね、まあ、ぐるぐる回ってんねんとか、陰陽は愛想って。こんな世界あったらけしからんって言いたかったんでしょ。なんか天の川、どうのこうの言っとった。パク。知っとるか、そんな陰陽。知ってて近づいてきて、知らんふりして、こそくに気持ち悪く、じいさんみたいな。じいさんのふりしてるかしら。知ってるけど、言ってるけど。だけど、するよって、もう知り取ろうとしてたやろ。何を下着を変態。けしからんというか気分悪いというかその自分が面白くないだけでしょ。ね、なんで人のせいにしようのつくんの。でもっと面白がらせるやつと何その消費者の感じ。ね、それが表意例の特徴やね。こんな世界おもろないよ、もっと面白がらせろ。これ表意例特有の発言。で表意例おらんかったらうちのマトロシカってすごい幸せなんじゃん。それやったらなんかそんな気してきたな。